フジテレビの亀山千尋社長、59、が、29日、都内で会見を開き、18日に生放送された同局の、スマップ、について、言及した。番組を前に進めていけるという実感を、したことは事実ですので、5人には感謝したい、と、語った。当時の局内の状況を、亀山社長は自身も、含めて、一連の報道が出た時から制作スタッフ一同が、不安になっていたと思います、と、振り返った。その上で、5人が事務所とスタッフとの、協議の上で、自分たちの言葉で喋ることを、放送すると決めたことに関しては、ファンの不安を5人が考えてくれて、ファンや番組に対しての、愛を感じました。それについて感謝したい、とスマップの、決断に敬意を、表した。また、番組の今後については、番組を、前に進めていけるという実感を、したことは事実です。と今後も番組を、継続できることを喜んだ。また、ドラマ、若者のすべて、で、プロデューサーの立場で木村拓哉とは、タッグを組んでいるが、今回について相談は、一切、ありませんでした。とした、謝罪放送では、冒頭に木村が、このままの、状態だとスマップが空中分解になりかねない、などと、状況を説明し、他のメンバー4人が次々に、謝罪。締めくくりもリーダーの中井正広ではなく、木村が、ただ前を見て進んで、行きたい、と結んだこと。また、草薙剛が、ジャニーさんに、謝る機会を木村くんが、作ってくれて、今僕らはここに立ててます、と内幕の、一部を語ったことで、ジャニーズ事務所からの退社を、考えた4人が、晒し者、のように、扱われたのではないかという指摘が、上がっていた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価を、していただけるとありがたいです。